はい、こんにちは。 CCBC カルバリーチャペルビノワンバイブルカレッジの中澤優です。今日僕は美浜に来てます。美浜っていうのは本当に観光地で観光客が多くいる場所です。今日ここに来た目的っていうのは、日本人がどれだけイエス・キリストのことを知ってるのかっていうことを、調査しにここにやってきました。いくつかの有名人の写真を持ってきました。その有名人たちと比べてイエス・キリストがどれだけ日本人に認知されているのかっていうことを、調べるために、今日このインタビューを行っていきます。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。インタビュー受けてくださってありがとうございます。僕たちバイブルカレッジって言って、聖書学校ですね。聖書学校で、もう彼らも宣教師とかで、いろんな国のから来てる方々なんですけど、日本人って結構キリスト教ってちょっとイメージわからないじゃないですか。それでちょっとインタビューを、どういうイメージを持たれてるのかなっていうことでインタビューを取ってるんですよ。彼は誰かわかりますか？わからないです。彼は、アメリカの俳優のダニエル・クレイグっていう方です。はい、彼は分かります？ローマ法王。ローマ法王。ローマ法王はやっぱりちょっとみんな知ってる感じですね。ヒデ。ヒデですね。やっぱ日本人の方はみんな分かりますよね。ヒデ。OK です。あ、瀬戸内寂聴さん。そうです。日本を代表する。代表するのか分かんないですけど。皆さんの親分。はい、皆さんの親分ですね。イエス・キリストです。はい。やっぱ、この、やっぱイメージって言ったらこんな感じですか？そうですね。一般的に十字架に貼り付けられたイメージですけど、僕はこっちの方が強いですね。あ、なるほど、なるほど。ちなみに、この、なんで貼り付けられたとかはご存知ですか？迫害を受けたかなんか、そんな歴史を聞いたことはありますけど、ね。クリスチャンは何を信じてるかっていうのはご存知ですか？いや、そこはよくわからないですね。クリスチャンはですね、信じてるのは、イエス・キリストが自分の、この人間の罪を背負って代わりに十字架にかかって、で代わりに罰を受けてくれて、でそして亡くなって3日後に復活して、それを信じる者は自分も同じように復活するんだっていう信仰をクリスチャン持ってるんですよね。それは初めて聞きました。そうですね。誰でも罪がある人間は持ってるんで、いい人誰もいないので、イエス・キリストは代わりに罰を、神の罰を受けたということで、罪と罰。罪と罰を受けて、はい、そうです。じゃあ、こんにちは。今日、この美浜に来た理由って何ですか？今日は、ちょっと、観光。観光で。名目のちょっと、可愛い女子探し。可愛い女の子探しだ。今、学生っすよね。そうっす。じゃあ、ちょっと今、本当に、そういう青春真っ盛りということで。はい。キリスト教のイメージって、日本人って少ないじゃないですか、キリスト教。そうですね、少ないですね。1% いるのか、いないのか、もう分かんないぐらい。あそこにいる映ってるあの男性、誰かわかりますか？いや、全然わかんない。全然わかんないですか？ダニエル・グレイクです。言うか。わかりますよね。やばいっす、これは答えないとやばいっすか？これは答えないとやばいっすね。もう関西のイントネーション映るんですよね。いい喋り方だから。わかんないっす、ごめんなさい。中田ヒデと。ああ、聞いたことある。ヒデですね。こっちはちょっと教科書とかで。これはガンジーです。ガンジー、はい、ガンジー。やっぱ世界的に有名なのはね、知ってるって感じですね。あ、ほらイエス・キリスト。そうですね。やっぱこのイメージですか？そうですね、やっぱ、最初にもともとあった宗教があって、はい、でその時はユダヤ教とかあった中でキリスト教っていうのを、はい、原型みたいのを初めて作った人で、なんか亡くなってから復活したみたいなんで、わお、広まってったみたいな人だっていうふうには。めちゃくちゃ分かってるね。めちゃくちゃ。それどこで習ったんですか？それはもう結構学校の授業とかで教えてもらったり。あ、そうなんだ、はい。彼が十字架にかかったのは人類の罪を背負って彼が代わりに罰を受けてかかったっていうことを信じてるんですね。それでさっき言ったように3日後に復活して、はい、でこの復活の信仰っていうのをクリスチャン信じてて、はい、彼を信じるならば自分もイエス様と一緒にこう十字架にかかって死んで、で彼が3日後に復活したように自分の魂も新しく復活するんだっていうことを信じてるんですよ。はい、今はこういう感じでどんだけみんな知ってるのかなっていうことで、はい、インタビューしてるんで、もうありがとうございます。ありがとうございました。はい、です、はい。あ、こんにちは。こんにちは。まず、インタビュー受けてくださってありがとうございます。キリスト教の話に移る前にちょっとこの
写真を見てほしいんですけど、うん、この写真についてちょっと彼誰かわかりますか？わかります。あ、わかります。え？俺は。で、007の人じゃん。007、そうですね。当たりです。彼わかります。ローマ教皇？あ、そうです。当たり。もしかしたら全問正解今日出るかもしれないな。あ、わかります。マザーテレサ。そうです。これはわかる。あ、わかります。あの人だな。塚内寂聴。そうです。めっちゃあるな、これ写真が。はい、これキリスト。キリスト。やっぱわかりますよね。はい。うん、キリスト教って世界的にはめちゃくちゃ有名なんですけど、日本では 1% を満たないって言われてるんですよね。でちょっと周りにクリスチャンっていたりしますか？クリスチャンはいないけど、私大学がねカトリック、あ、カトリック、はいはい、プロテスタントだったんですよ。あ、プロテスタントの、はい、わー、 ICU でした？あ、違うかな。関西の女子大なんですけど。あ、関西の女子大で、はい、あ、なるほど。旦那さんの方は？いや、友達でなんか洗礼受けたやつはおったよ。 あ、そうなんですか、うん、じゃあ結構意外にも周りにいたりするってことですね、うんうんうん、あ、そうなんですね、うん、なるほど。クリスチャンのイメージってちょっと聞いていいですか？イメージは、イメージ、あ、もうちょっとディスっちゃっていいですよ。いや、ディスなんかクリスマスだけなんか楽しそうやなみたいな。クリスマスだけ楽しそうなイメージ間違いない間違いないってそれだ。クリスチャンが何を信じてるかっていうのはご存知ですか？クリスチャン、はい、復活。そうです。聖書の時間があったんですよ、大学で。あ、そうなんですね、うん、なるほど。キリスト教学っていう。はいはいはい、はい、意外に知ってるもんなんですね。いや、まあ、普通知らないかもしれない。そう、知らんもん俺全然。そうですよね、うん、まあ、ちょっと説明すると、はい、まあ、クリスチャンが信じてるのはイエス・キリストが十字架にかかったのは、うんうん、人類の罪のためだっていうことを、うん、信じてます、うん、と日本人がどれだけ知ってるのかなっていうことということと、はい、やっぱりこの、まあ、これゴスペルって言うんですけど、うん、それもやっぱり日本人にも知ってほしいなっていうことでちょっとインタビューを受けていただきました。 はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こんにちは。こんにちは。まあ、ちょっとまず今から世界的に有名なやつらを何人かこう出していくからちょっと答えてほしい。彼わかりますか？わかんない。ダニエル・クレイグ知らんよね。言われても知らん。わかる。わかる？なんだっけ？マザテレサ。そう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 、マザテレサ。あ、見た。ガリレオみたいな。ガリレオ、プラトン。惜しいですね。四文字。あ、ザビエル。ザビエル。ザビエルですか？イエスキリスト。キリストが何をしたかっていうのをご存知でしょうか？キリスト教を作った人。キリストが神様。なるほど、まあ、正解言った正解ですね。周りにクリスチャンっていますか？いない、全くいない。一人いる。あ、じゃあこの彼が何をしたかっていうのは今まで人生で聞いたことは誰もないっていう感じ。ちょっと説明します。彼が十字架にかかりましたね。彼が十字架にかかったのはこの人類の一人一人が持ってる罪を彼が背負って代わりに罰を受けて死んだっていうのをクリスチャン信じてます。で、死んで3日後に復活した復活の信仰っていうのをクリスチャンは信じています。で、彼のこの復活の信仰を信じる者は自分たちも同じように十字架にかかって同じように復活した魂がもう新しく生まれ変わったんだよということをクリスチャン信じてて、それについてどう思いますか？難しいですよね。初めて聞いた。はい、はい、まずインタビュー受けてくださってありがとうございます。ちょっとじゃあ質問なんですけど、はい、皆さんおいくつですか？17歳。高校2年生とかですかね。高校2年生です。あ、なるほど。みんなヒップホップとか好きそうな感じです。あ、ちょっと沖縄出身なんですけど、ちょっと今から有名人の写真をいくつか見せていくので、ちょっと全部答えられたら答えてほしいです。はい、こいつはわかりますよね。こいつはちょっと有名ですよ。いやわかんないです。いや、全然ちょっと沖縄チームやばいですよ。沖縄チームやばい。全然わかんないです。沖縄チームやばいよ。ちょっと後ろの国旗見てもわかんないですか？カナダ。そう、カナダの首相です。あっちのです。あっちのです。
それほら違う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 ギリシャの哲学者ですねすいませんキリストのイエスそうですそうですそうですやっぱキリストじゃあまあちょっと一応この有名人の中でもとりあえずは分かるっていうことですね最後の晩餐最後の晩餐を食べた人まずその写真ね確かに有名十字架にかかってますねたまにラッパーとかがクロスつけたりしてますねあの十字架っていうのは実はこの処刑の道具なんですよねで彼がそれにかかって今世界でほとんどの人々がキリスト教を信じてるんだけどそのクリスチャンが何を信じてるかっていうのをご存知ですか神様神様を信じてるまあ当たりですねそう彼が人となった神様を信じてるんですよクリスチャンって彼が人類の罪のために十字架にかかった一人一人持ってる罪を彼が受けて彼が代わりに十字架にかかって彼が代わりに罰を受けてそして亡くなって3日後に復活したってことをクリスチャン信じてるんですよそれを信じる者は自分も同じようにキリストと一緒に十字架にかかって亡くなってで復活して蘇って自分の魂も復活したんだっていうこの復活の信仰を信じてるんですよねで今回の、まあ、インタビューの目的っていうのはどれだけ、まあ、日本人がこの聞いたことないですよねこの彼のストーリーとか、まあ、知ってんのかなっていうこととあともう一つ伝えたいのはこのキリストがみんなの罪のために亡くなったんだよっていうことみんなを愛してるから代わりに罰を受けたんだっていうこと今回ちょっとこのインタビューを通して伝えたいなと思いました、はい、もし何か辛い時辛くない時でもいいですよちょっとお祈りしてみてくださいはい以上ですありがとうございますありがとうございますはい、お疲れ様です、今教会に戻ってきてまあインタビューをこう終えた後のちょっと感想っていうのをちょっと話していこうかなと思います。そう、この、まあ、これイエス様の写真なんですけど、まあ、日本人も、とりあえず、この人が誰かっていうことは理解してました。イエス・キリストであることはとりあえず理解してましたね。まあ、でも、何をしたか、また、クリスチャンが何を信じてるかっていうのは、ちょっとみんな、やっぱ分かってなかったかなっていう印象です。まあ、3つのカテゴリーに分けて、で、まあ、有名な人たちをチョイスしたんですけど、一つは政治。まあ、政治的、政界で有名な人物。で、二つ目は、まあ、宗教的に有名な人物。で、三つ目が、芸能人か。芸能人ですね。っていう感じで、カテゴリー三つに分けてやったんですけど、政治家っていうのはあんまり知らなかったね、みんな。政治の。結構、あと007のね、007の、まあ、主人公とかも意外にみんな知らなかったんだなっていう感じでしたね。うん、でやっぱ、ガンジーとね、イエス様だけはみんな知ってましたね。イエス様が何をしたんですかっていう質問をしたんですけど、まあ、みんなやっぱり、まあ、十字架にかかったとかは、まあもちろんわかってると思うんですけど、まあ、何をしたか。まあ宗教的に新しい、宗教を作ったんだっていう。うん、キリスト教を誕生させた人っていう認識がやっぱり強かったですかね。で、あとは平和のために働いた人とか、そういう人もいましたね。まあ、それもある意味少し当たってるな。まあ、かなり当たってるなとは思うんですけど。うん、でも本当にこの福音について、本当の意味で理解してる日本人っていうのは本当に少なかったと思います。まあ、自分たち日本人っていうのは、本当小学校の時から、まあ中学校ぐらいかな。教科書で、まあ、イエス・キリストについて、まあ、ちょっと触れます。何をした人かっていうこと。まあ、教科書で触れるのは、本当にイエス・キリストは、まあ、反逆罪で、ローマに対する反逆罪で十字架にかかったっていうことで、書かれています。うん。まあ、それでキリスト教の創始者っていうふうに書かれてますね。うん。だけど、クリスチャンが何を信じてるかっていうことは、みんなあまり分かっていないようでした。で、ちょっと、まあ本当にこのビデオを見てる人たちのためにもゴスペルをシェアしたいなと思うんですけど、イエス・キリストが十字架で亡くなったのは私たちの罪をイエス・キリストが十字架で代わりに罰を受けてくれるために、イエス様はそのためにこの地上に神が人としてやってこられました。イエス様が復活したように自分たちの魂も新しく生まれ変わるんだ
自分たちの昔の魂は死んだよ。新しく復活するんだ。新しい人に生まれ変わるんだって、そういう信仰を持っています。そしてイエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストが正しく生きた、その正しい生き方の義の衣を私たちはつけられるんだ。私たちは本当神様からプレゼントで与えられるんですね。自分が今まで犯した罪、そしてこれからも犯していくだろうという罪をイエス・キリストの十字架で流された血によってすべて贖われた。本当に自由にされた。もうその罪からもう完全に解放されたっていうことをクリスチャンは信じてるんですよ。これは本当にただ信じてるんじゃなくて、その自分たちの人生を持ってそれを証ししてるんですよ。本当に今までどんなたくさん悪いことをしてきた人、たくさん孤独だった人、傷ついた人も本当にイエス・キリストにあって変われるんですよ。本当に自分の魂が変化したら人は変わることができるんですよ。この希望をね、自分たちクリスチャンは日本人に伝えたいんですよね。そしてこのビデオを見てるクリスチャンもぜひ自分の周りにいる日本人に福音をシェアしてほしい。福音をシェアするのちょっと怖いなと思うかもしれないですけど、だけど本当にこの福音をシェアされて嬉しくないやついないですよ。そいつが自分のために何かを言ってくれてるんだって、そういう気持ちが伝わったらもう誰一人としてそういう嫌だなっていう感じにはならないんで、もう全然恐れずにぜひ福音をシェアし続けていってほしいですね。本当にこの沖縄にまた日本に福音が広まると、もうクリスチャンがね本当に力をみんなで合わせて広げることができれば、もう本当に凄まじい力になると思うんで、はい、みんなで協力していきましょう。とりあえずこのビデオを見てる人に伝えたいのは、イエス様はあなたを愛してます。これはもう間違いないですね。それは本当に伝えたいことです。で、このビデオを見てくれてありがとうございます。本当にいいなと思った人は高評価のボタンをお願いします。で、何か次こういうことしてほしいな、こういう企画やってほしいなっていうことがあったら、ぜひコメント欄にお書きください。